チャオ、あっちゃんです。今日10月の12日、水曜日。あっちゃん、ついに買いました。悩んでてん、ずっと。ホットプレート。買いました。うん、ホットプレートがあったら、自家製の餃子作って、ここでね、餃子パーティーしたりとか、うん、できるし、で、お肉もここで焼いたりできるし、と思って。うん、ただね、ホットプレート、前にもあってんけども、こびりつくようになって捨てたんね。で、いいのを買おうかも、安いので買い替えようか、ずっと悩んでた。うん、で、なかったらなかったでまたなんとかなるからねって思ったから買わんかったけど、結局アマゾンで2142円の安い山膳のホットプレートを買いました。前もねこれやったような気がする。前もね2500円か3000円ぐらいで上新で買った安い、一番安い、うん、あのホットプレートやったんね。で、最初は、みきちゃんが病気になった時に買ったんよ。入院した時に。で、朝から子供ちゃんにここで目玉焼き焼いて、ベーコンと目玉焼きを焼いて、時間朝からないから、ベーコンと目玉焼き焼きながらパン焼きに行って、焼けたら自分たちでパンって裏返してお皿に取って食べられるようにと思ってホットプレート買って、毎朝使ってたんね。うん。たら、ね、何年かでここで、結構でも、3年ぐらい使ったかな。で、3000円やって、1年1000円やって安いよねと思って。だから、ただね、ホットプレートがさばるから、置き場に困るのね。だからほら、こんなちっちゃいやつありやん。2000円ぐらいの。あれ買おうかと思っとってんけども、うん、でも、値段そんな変わらへんやったら、もう大きな買った方が、大は小兼ねるやろと思って買ったんよ。まあ、使い勝手は私、餃子パーティーもできたして。だから、また、同じの。前使ってたのとこ一緒やと思うんだけど、もう買いました。で、これね、前のね、確かプレートが取れへんかったと思うね。これプレートが取れて、うん、で、これだけ洗えんのね。まあ別にあれって取っても意味な関係ないねんけどね。まあ、取れて洗える方が洗いやすいかなとっていうのと、一応まあ蓋もついてる。この蓋がまたね、ジャンなのよ、結構。あれ？つまみ？別や。違う前のと。前のつまみくっついてた。うん、こんな組み立てた記憶がない。結構ね、でもこういうのってね、ジャンなるから、悩むのよね、買うときに。で、まあ、まあいいや。こんな感じで。蓋を組み立てて、結構さ、ホットプレートって大きいからガサバって邪魔になるから、結局、悩むのよね、買うときに。それだけ、うん、で、最初1万円ぐらいするやつ買おうか思っててん。なんていうの、油が、焼肉するときに油が下に落ちるプレートと、ジンギスカンのプレートと、たこ焼きのプレートと、なんか4枚ぐらい入って1万ちょっとぐらいのやつ。でも考えたらね、お部屋で焼肉したら臭くなるし、で、そんなせえへんかな。まあやってもお部屋で餃子とか目玉焼き作るとか、そんな程度かな。ホットケーキ、お好み焼きぐらいかな。あともんじゃ焼きしたい、もんじゃ焼きがしたくてね、最近やれてない。ホットプレートなかったらできへんから、うん、とかそんなんで、うん、買ってんけど、で、悩んだよこれ。だから値段とかそんなんじゃなくね、あれで、あれ、ガラスの蓋の下、そうなった、え、ない、ちょっと待って、無意識に作ったけど、やってて、説明書も見やんと、説明書見て悩んでバラしてしまったからな。はい、
まあ、そんな感じでね、値段とかなんじゃなくて置き場に困ってさ、買うか買わんとか悩んどってんけど、結局買っちゃいました。うん、これでね、うん、餃子がしたかったんよ。うん、焼きそばもね、お部屋でできるし、うん、結構だから楽。ただ焼きそばしたら部屋臭くなるかな。まあいいや、うん、まあ考えましょうということでね。で、前はね、台所のところのなんか、スチールの棚があるのね。スチールっていうか、網のメッシュの棚、そのメッシュの棚の上にお盆を置いて、そのお盆の上にホットプレート置いてあったんです。それがすごいガサバって邪魔やってね。今それホットプレートなくなったところにコップとか白身とか置いたんだけどね。それが前に夜中の地震かなんかで落ちて全部割れたんで。まあ今も懲りずにそこにグラスとか置いたんだけどね。まあそんな感じで、ホットプレートアマゾンから昨日発注した、今日届きました。1300ワット、温度調整80から230度、ヤマゼンのホットプレートです。はい、こんなんです、はい、で温度調整はこんなんですということで、またお料理に使ってこれから紹介していきたいと思います。はい、でテーブルもね、今朝から片付けて、うん、もうちょっとでほぼ終わりやねんけど、片付け終わったし、またテーブルでお料理し、あとテーブルこっち引いてパーティションの方へもっと寄せるから、カメラもうちょっと遠くに置けるからね、うん、音声うまく開いへんかもわからへんけど、ホットプレート料理をまたビデオに撮れたらなと、みんなにまた紹介したいと思います。はい。ということで今日は、ヤマゼンのホットプレートを買いました動画でした。はい、ではまたね。バイバイ。